貸せ。目標とは接触したはずだが、やけに静かだな。よし、もう少し接近するぞ。装備の確認は怠るなよ。段階に移らなきゃいけない。立体起動装置は壊れてねえな。目型の巨人を引きつけるぞ。あいつを捕らえる最後のチャンスだ。急いでくれ。よし、立体起動で目型の巨人に接近しよう。ぼさっとしてんじゃねえ、行くぞ。目型の巨人め、逃がすものか。奴は人類の敵だ、絶対に逃がすんじゃねえ。ここでとっ捕まえてやる。逃がすもんか。必ずここで捕獲する。決着をつける。必ず。まだあんなに体力が残ってやがるのか。畜生、どうしろってんだよ。けどと目型の巨人も疲弊してるはずだ。体勢を立て直して一斉に攻撃を仕掛けよう。今だ、まだ一斉に行くぞ。
レン。ここに一冊の日誌がある。ある兵士が残したというこの調査日誌は多くの人の手を渡り歩いてきたが、記録者たるその兵士がどのような人物であったのか、男性であったのか女性であったのかすらも、今となってはそれを知る術は残されていない。ゆえにここでは仮にその兵士を彼と呼ぶことにしよう。この日誌を通して紐解いていくのは、名もなき一人の兵士の戦いの記録である。今から100年以上前、この世界に巨人が現れた。巨人と人類との間には圧倒的な力の差が存在し、たちまち人類は絶滅の危機を迎えた。生き残った人類は巨人が越えられない強固な三重の壁、マリア、ローゼ、シーナを築き、安全な活動領域の確保に成功した。その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。巨人だ。100年の平和は突如出現した超大型巨人によって壁と共に破壊された。巨人の侵入を許した人類はヴォール・マリアを放棄、その活動領域をヴォール・ローゼまで後退させた。シガンシナクに暮らしていたアルミン・アルレルト、ミカサ・アッカーマン、そしてエレン・イェーガーが第104期訓練兵団に入団したのは847年、巨人の襲来から2年後のことだった。巨人に全てを奪われた彼は、避難船に乗り合わせた見知らぬ少年の言葉に
ある決意を固める。鎧の巨人への復讐を果たし、故郷を取り戻す。その思いを遂げるため、彼は第104期訓練兵団への入団を決めた。おい、貴様！はっ！貴様は何者だ？シガンシナク出身、アルミン・アルレルトです！そうか、バカみてえな名前だな。親がつけたのか？祖父がつけてくれました！アルレルト、貴様は何しにここに来た？人類の勝利の役に立つためです！それは素晴らしいな。貴様は巨人の餌になってもらおう。三列目、後ろ向け！貴様は何者だ？トロスト区出身、ジャン・キルシュタインです。貴様は何のためにここに来た？憲兵団に入って内地で暮らすためです。そうか、貴様は内地に行きたいのか？はい。おい、誰が座っていいと言った？こんなところでへこたれるものが憲兵団になどなれるものか！お前もバカみてえな名前だな。アホ面下げてここに何しに来た？ほう、せいぜい頑張るといい。ただし、貴様の死体が分かるように目印をつけておけ。第104期訓練兵団、よく聞いておけ。今の貴様らはせいぜい巨人の餌になるしかないただの家畜。そんな貴様らに我々が巨人と戦う術を叩き込んでやる。餌のまま死にたくなければ必死に食らいついてこい。今日は立体機動装置を使った実戦訓練を行う。出来の悪い奴は今からでも開拓地に移ってもらう。すぐに準備にかかれ。まずは立体機動術の基本、移動からだ。遅い！何をちんたらしている！立体機動装置で目標地点まで移動しろ。難しそうだけど、みんな一緒に頑張ろうな。うん、開拓地域なんてごめんだからね。トーマス・ワグナー、できないなら貴様だけ歩いて移動するか？やってみせます。ミーナ・カロライナ、何をしている！そんなざまでは家畜以下だぞ。必ずやり遂げます。いつまでちんたらやっている！とっとと移動せんか。移動は貴様が1位だ。これで立派なおとりになれるぞ。次は巨人を模した目標を相手に戦闘の基本を学んでもらう。まずは小さい
巨人の弱点部位は理解しているな。そこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ。貴様は次の訓練に進め、他の者はそのまま攻撃訓練を続けろ。先に行かれちまった。やっぱり僕には向いてないのか。何をしている。早く移動して次の訓練に取り掛かれ。次は大型の巨人だ。巨人によっては攻撃すべき部位が複数ある。確実に狙え。今のはどうせまぐれだろう。もう一回攻撃してみろ。やった。やった。重大点だ。大型の巨人は攻撃部位の素早い選定が肝だと覚えておけ。面倒な訓練だな。サボっちまうか。おい、さっさと次の訓練地点へ向かえ。これより本日最後の訓練を開始する。これから周囲に多数の目標が出現する。迅速に索敵し撃破せよ。それでは始め。俺が先に目標を見つけたら横取りすんじゃねえぞ。意外とぬるいことを言いますね。じゃん、獲物を奪うのに作法が必要ですか。そうだ、取られるお前が悪い。やった。チッ。成績を発表するぞ。まだ時間は残っている。総員、引き続き励め。巨人と戦えるってことを示してやる。お互い頑張ろうぜ。こんなにきついなんて、俺たち一人前になる前に死ぬんじゃ。ついてくならミカサかライナーか。なんだお前かよ。手は抜けないね。私は憲兵団に入りたいから。訓練だからって手は抜くなよ。それが兵士としての責任ってやつだ。たとえ訓練でもエレンを一人にはできない。今回の訓練の最優秀成績者を発表する。今回の訓練の最優秀成績者はお前だ。お前すごいんだな。この程度で浮かれるなよ。油断していると痛い目を見るぞ。これで本日の訓練は終了だ。希望する者は引き続き自主訓練を続けろ。大丈夫か。使われ、引っ張り上げる。今行く。
茶させやがって。焦って姿勢を崩したんだな。でも無事でよかったよ。戻ろうか。貴様らやる気がないならさっさと荷物をまとめて開拓地にでも移ったらどうだ。トーマス・ワグナー、貴様のような無駄飯ぐらいでも人手不足の開拓地なら追い出されることはあるまい。ミーナ・カロライナ、貴様は豚小屋出身だったな。ならば豚として暮らすといい。巨人は豚を食わんからな。とはいえ家畜以下の貴様を豚が仲間に入れてくれるかは疑問だが。一生懸命やってるのに何もあそこまで言わなくても。しばらく立ち直れないよ。私本当に豚になろうかな。もう十分頑張ってるつもりなんだけどな。こんな状態で私たち兵士になれるのかな。だけど今よりも訓練成績を上げるのは正直なところ難しい気もするんだよな。うん、全力で取り組んだ結果が今の成績なわけだし。あなたはどうすればいいと思う？いろんな人の知恵か。確かに同期には優秀な人がたくさんいるんだし、みんなの長所を学べば兵士として成長できるかも。長所を学ぶか。それを意識して仲間と交流すればいろいろと得るものがありそうだな。よし、後でお互いの成果を報告し合おうぜ。お前が言い出したんだし、お前も付き合えよな。おい、そこの。さあ、お前だ、お前。ほれ、落とし物だぞ。これお前の日誌じゃねえのか。あ、そうか。もう落とさねえように気をつけろよ。お前は104期の訓練兵だよな。いいってことよ、気にすんな。俺はハンネス、一応駐屯兵団の隊長をやってるもんだ。お前も104期の訓練兵だってんならエレン・イエーガーとか知ってるか。そうか、お前もエレンや俺たちと同じくシガンシナクにいたのか。シガンシナクといえば104機にはエレン以外にもミカサやアルミンってのがいるだろう。知ってるか。あいつらも肉親をなくしててな、今じゃ俺が親代わりみたいなもんだ。お前も同郷なんだし、困ったことがあれば俺を頼ってくれよ。おいおい、そんなに肩肘張って喋んなくてもいいんだぜ。もっと気楽に話しかけてくれよ。まあとにかくこれからよろしくな。それと悪いんだが、さっきの落とし物の中身少し見ちまったんだ。いや、いろんなことが細かく書いてあって驚いたぜ。こういう観察力ってのは大事なもんだ。その日誌はきっと何かの役に立つと思うぜ。しっかり続けろよ。どうも。ではこれより夜間特殊訓練を開始する。この訓練は普段とは異なり、
個人の技量よりも班員同士の連携能力や作戦遂行能力を評価する。班分けは先ほど伝達した通りだ。準備が完了した班から指定の場所に移動せよ。以上だ。教官の言うことはよく分かんなかったけどよ、まあ余裕だと思うぜ。なんせ俺は天才だからな。普段の訓練とは違うみたいですけど、森のことなら私に任せてください。なんでこんな時間に訓練しないといけないんだよ。帰りて。教官は班の連携を評価すると言ってたけど大丈夫かな。とにかくやってみないと分かんねえだろ。行こうぜ。くそ、なんでうまくいかねえんだ。みんな頑張ってるのによ。もうガスも刃も残ってません。コニーが突っ走るからですよ。こんな急ごしらえの班で連携なんて最初から無理だろう。このままじゃみんなバラバラになってしまう。どうにかしないと。そうだね、君の言う通りだ。まずは装備を万全にしておこうか。よし、それじゃあこの班の指揮をお前に任せたい。どうかな。みんなのペースを合わせるのが上手だと思うんだ。ありがとう。僕もできる限り協力するから何でも言ってくれ。それじゃあよろしく頼むよ。みんなでリーダーを支えてこの状況を挽回しよう。よし、他の連中を驚かせてやろうぜ。よし、ここから巻き返すぞ。けどまずは補給が必要だ。拠点を設営するんですよね。私の勘ではあそこが良さそうな気がします。開けた場所のようだし可能性は高いかもな。行ってみよう。これが実戦だったら俺たちとっくに死んでるんじゃねえか。じゃあここで失敗しといてよかっただろ。確か刃やガスを補給できる場所を作るんだったよな。ああ、その通りだ。実戦でも補給できる場所は大事だからね。これで刃もガスも補給できましたね。集合地点に急ぎましょう。待ってくれ。不測の事態に備えてもう一箇所拠点を設営しておこう。またコニーに突っ走られたな。俺たちは教官に…悪かったよ。もう死ねえって。よし、これで予備の拠点もできたな。今度こそ集合場所に急ぎましょう。遅いぞ、貴様らが最後だ。何をちんたらやっておった。申し訳ありません。まあいい。では次は巨人に一斉に攻撃を行う訓練だ。やっと。コニー頼むぜ。貴様らはすでに出遅れている。すぐに始めろ。お前が合図してくれ。余裕だろ。了解。合図をしたら一斉に目標を攻撃するんだ。みんなで部位を狙って一気に倒しましょう。私たち息ぴったりですね。ある程度はできるようだな。これより最終訓練を開始する。
訓練用模型が森の中に多数出現する。迅速に索敵し討伐せよ。破壊した部位の数が評価対象となる。ハンデ協力し、より多くの部位を破壊しろ。それでは、始め。マルコ、頼むぜ。分かったよ。ガスと刃を切らしたと聞いていたが、ここまで盛り返すとは。奴らをまとめているのはあいつか。やった。マルコ、頼むぜ。了解。サシャ、あんたなら余裕だろ。やります。コニー、頼むぜ。分かったぜ。ダム、おい、アルミン、ニーナ、それで全力なのかよ。とろい奴らだな。ごめん。私、足手まといになってるかな。サシャ、あんたなら余裕だろ。任されました。おい、これ俺たち、2戦いってるんじゃねえか。やれるぞ。お前がうまくみんなに合わせてくれてるからだ。中間成績を発表する。まだ時間は残っている。気合を入れ直せ。トニー、兄、一人で突っ走らないで。突っ走ってるのはあんただよ。頼むぜ。この班は怖いな。ガスが切れる前に補給しろって。マルコ、あんたなら余裕だろ。分かった。まだ1位になれる可能性はある。最後まで全力を尽くそう。じゃあ、ここまで来たんだ。絶対1位になってやろうぜ。やってやる。ええ、最後まで頑張りましょう。サシャ、任されました。すごいな、お前、周りに合わせるのが相当うまいんだな。ええ、私たちのことをよく見てますよ。本当だな、いい感じだぜ。確かに、最初から任せときゃよかったな。今回の訓練の最優秀班を発表する。今回の訓練の最優秀班は貴様らの班だ。やった、お前のおかげだ。よっしゃ、やっぱ俺天才かもな。私たちやりましたね。一時はどうなるかと。とりあえずよかった。訓練はこれで終了だ。各自戻って体を休めろ。解散。今期の訓練兵は粒が揃っていますね。これは期待できそうです。アッカーマンをはじめ成績上位陣はほぼ決まりでしょうか。確かに見どころのある兵士は多いな。だが兵士としての能力は個人の技術だけでは測れん。巨人との戦いは常に複数人で行うものだ。他の兵士との連携がより重要になる場合もある。それを実現できる素質を持った者がいるかを見極めるのが今回の訓練の目的だった。お前のおかげでなんとか挽回できたよ。ありがとう。こっちこそありがとうよ。連携って大事なんだな。こりゃ評価も期待できるんじゃねえか。実際即座に他のものをまとめ上げその能力を引き出せる兵士は決して多くはない。だが今回はその稀有な素質を持った者がいたようだな。104期訓練兵は
3年にわたって巨人と戦うためのありとあらゆる術を叩き込まれた。厳しい訓練を経て訓練兵団を卒業した兵士たちは3つの兵団に配属される。王の下で民を統制し秩序を守る憲兵団、壁の強化に努め壁内の町を守る駐屯兵団、そして壁外に出て巨人の領域に挑む調査兵団、特に内地勤務となる憲兵団を目指す者が多かったが、志願が許されるのは解散式で発表される成績上位者10名のみだった。彼もまた3年にわたる過酷な訓練を仲間と共に耐え抜いた。ついに解散式の夜を迎え、彼は同期たちと共に訓練成績の発表を待つ。ではこれより成績上位10名を発表する。呼ばれた者は前に出ろ。10番クリスタレンズ、9番サシャブラウス、8番コニー・スプリンガー、7番マルコ・ボット、6番ジャン・キルシュタイン、5番エレン・イエーガー、4番アニ・レオンハート、3番ベルトルト・フーバー、2番ライナー・ブラウン、主席ミカサ・アッカーマン。以上10名。ただしこれはあくまで訓練上の成績であり、実戦で能力を発揮できるかどうかは別の尺度で測るべきものだ。成績上位に入らなかった者もよく考えておけ。自分に何ができるのか、何をなすべきなのかをな。後日配属陛下を問う。これにて第104期訓練兵団解散式を終える。以上。